カシミール・プリンセス号爆破事件。カシミール・プリンセス号爆破事件とは、中華人民共和国政府がチャーターしたインド航空機、カシミール・プリンセス号、英語、キャシュミ・プリンスス、中国語、カツジューマイシカ・コウシュ、コウが空中爆発し不時着水したもので、中華人民共和国の政府要人を狙った航空テロとされる。このテロは、 習恩来首相のの暗殺を狙ったものであり、中華人民共和国の中国共産党政府と対立していた中華民国国防部費北極に買収された中国人清掃係がイギリス植民地の香港国際空港で発火装置を仕掛けたとされた。なお、中華民国側は事件への関与は否定しているが、中国共産党政府及び香港政調は事実であると主張している。 なおアメリカ合衆国の CIA の関与があったとも言われている。1955年4月にインドネシアで非同盟諸国が集まったバンドン会議が開かれることになった。中華人民共和国政府も代表団を派遣することになったが、当時の中国民口は中華人民共和国内からインドネシアに飛行できる民間航空機を保有していなかった。そのため、 インド航空のロッキード・コンステレーション、アメリカ製、レシプロ4発旅客機を、北京から香港経由で、インドネシアに向かう機体としてチャーターした。この機体が、カシミール・プリンセス号、機体記号、VT ・デップである。この機は1955年4月11日に、北京を出発する予定であり、当時の中華人民共和国の州恩来首相が、登場すると見られていた。 中国国民党の情報機関はカシミールプリンセス号に航空事故に見かけて墜落させるために発火装置を仕掛けることに決定。香港の空港に勤めている中国人清掃員の一人を50万香港ドル、一説には60万香港ドルともで買収し、旅客給浴の着陸装置の格納庫に発火装置を仕掛けさせた。破壊工作は フライトプラン当日に実行されたが、州本来は、中水炎の手術を受けて、出発を延期したため、難を逃れた。彼が実際に、中華人民共和国を出発したのは4月14日の、ことであった。また州はインドネシアに行く前に、ビルマ、現在のミャンマーとインドネシアの首相と会談するために、ラングーンを訪問した。この点について1994年に、 オックスフォード大学のスティーブ・ザン・ジュン教授は、州は中華人民共和国の情報機関経由で暗殺計画の存在を事前に察知しており、おとりの訪問団をカシミール・プリンセス号に登場させ、自身の日程は変更したのではないかと指摘している。カシミール・プリンセス号にはインドネシアで開催されるバンドン会議を取材する、新華社通信の記者3名とポーランドとオーストリアの、 通信社の記者など5名と、中華人民共和国政府の派遣団名ら乗客11名と、乗員8名が登場していた。1955年4月11日に、香港を出発したカシミールプリンセス号は、離陸から4時間後、南シナ海、上空1万8000フィートを巡航している時に、爆発音と共に右翼が炎上した。この時、機長は、 第3エンジンを停止し、フェザー状態、風車のようにするとともに、電気系統が不作動になる前に遭難信号を発信している。操縦乗員は白煙によって視界が効かなくなり、油圧系統が機能しなくなった困難な状況の中でライフジャケットを用意した上で、不時着水を試みた。しかし、機体は不時着水の衝撃によって、 大きく三つに分解して水没してしまった。結局インドネシア沿岸警備隊に救助されたのは、航空機関士と広報士と副操縦士の乗員3名だけで、残りの乗員乗客16名は溺死した。なお最後まで操縦を試みていた機長は殉職したが、インド政府から勇敢な軍人に授与されるアショーカチャクラ勲章を民間人としては初めて与えられた。事件後、 中華人民共和国外交部と香港総督は事件はアメリカ合衆国と蒋介石中華民国総統が組織した集団による殺人行為と主張した。また5月26日にはインドネシアの事故調査委員会もアメリカ製の MK-7 爆弾が使用されたと発表された。香港当局は逮捕のための有力な情報提供に対して 10万香港ドルの報奨金を用意すると、共にカシミールプリンセス号の整備に関係した71名を尋問したが、そのうちの一人は疑いをかけられると、アメリカの CIA に関係する民航空運行士の旅客機で台北に逃亡してしまった。香港警察は国民党に買収された中国人による犯行と断定した。これは逃亡した人物が、 友人に事件における役割を自慢していたこと、そして、香港から逃亡する前に大金を使っていくことが判明したためである。なお、香港当局は中華人民共和国に被疑者を受け渡そうとしたが、中華民国当局はそれを拒否し、工作員であったことも否定した。また、CIA が直接関与したとする噂もあったが、証拠はない。ただ百六十六年に、 アメリカ連邦上院で1955年に東アジアのリーダー暗殺の作謀が証言されたほか、ソ連に逃亡した CIA のエージェントの回顧録でも、それとなく触れられているという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。